チンダこれゴミです。これゴミ 99.9999% やりもくです。やっていきます。意外とうまそうでしょ。なんでもいいよ、マッチングアプリなんて。マジでなんでもいい。これも一時期遊んでた時期あったけど、マッチングアプリで。その、形が楽なんだよね、マッチングアプリって。どっちも青の意思があって合うものだからさ。なんか街のナンパとかは全然もう難易度が違うわけよ。マッチングアプリも他人スタートではあるんだけど。どっちもある程度恋愛をしに来てるっていうところから始まるから。やりもくもいるんじゃない？全然。やりもくがいるからってそこに突っ込んでいかないっていう理由になんなくない？そもそも。お見合いと違ってさ、選べるわけだし、相手を。からおすすめかな。現代の流行って感じ、本当に。引っ込まりすぎて人との関わり方忘れた。俺、あのね、俺も似たようなもんだったけど、始まりは多分マッチングアプリだから、もっと若い時にやった。導入としていいよ。なんか相手もほどほどにどうでもよくて、こっちもほどほどにどうでもいいから、なんか話が噛み合わなかったら帰りゃいいし。なんかマッチングアプリで、待ち合わせ場所で、なんか顔が違えから帰った、ひどいみたいな話あんじゃん。あれは別に俺なしじゃないと思う。まあ失礼ではあるけど、そんぐらい軽くていいものだと思うわ。俺はどんなに顔が違くてもご飯だけは食って帰ってる。あー。久々のゆうやのメモ帳行くか。でも1年前の情報だね。今だと情勢が変わってるかもしんないわ。有名なので行くと、ここら辺にお見合いってやつがあんの。合ってるかな。これスペルが合ってるかどうか分かんないんだけど、これが年齢層が25から30ぐらい。まあ本当に結婚を視野に入れてる人たちで、次フェアーズ。これは、平均年齢が、23、4って感じ。ちゃんと住み分けがされてるのよ。住み分けが。これ治安順、これ、待ってよ。有名どころをちょっとずつね、説明していくわ。俺の情報の中で。次、ウィズ。これは、平均年齢、20から21。かなり低い。若い女の子たちがやってるイメージ、男も。で、比較的治安もいい。比較的治安もいいけど、ユーザー数がそこまでいないかな。で、治安で言うと、ドベツが、タップルが上。タップル。で、その下に、チンダこれゴミです。これゴミ。これ年齢層だ、下から上までいます。タップルの平均年齢が、多分、イメージ、ほんとペアーズとウィズが、なんか合体したような感じかな。これも23ぐらいだと思う。遊ぶんで言うんだったらこれ。遊ぶんで言うんだったらこれ。真面目だったらこれ。これの中間、初心者向きって言うんだったらウィズ。かな。タップルとチンダーが、なんで治安が悪くなるかっていうと、まあ、情報をまず見ないんだよね。なんかね、趣味は何で、ゲームはして、自分のプロフィール欄みたいなのが結構細かく書く欄があって、書いてある人たくさんいるの、この3つは。でもここは、最初から写真がドーンって出てきて、自分が書いた詳細文なんてほぼ見れないのよ。あ、かわいい。かわいくない。かわいい。かわいくない。イケメン、イケメンじゃない。イケメンじゃない。っていうだけだね、ここは。金かかるのは、これ全部4つみんな。これ4つみんなかかります。で、この上に、民度がいいかどうかわからないけど、運営は質が高いと歌ってる、トーカレデートっていうのがあります。トーカレデートっていうマッチングアプリは、男の方は、ある程度の顔審査と年収審査があります。男にスペックを求めてる。ちょっと格式の高い、マッチングアプリが存在する。で、こういう話を何で聞くかっていうと、アプリで会った女の子たちって、女の子って無料だから、何個も入んの。出会いたい子は。だからお話は聞けんだよね。どういう人がいましたかっていう。やる気がある人はペアーズにも入るし、ウィズにも入るし、タップルにもいるし、ティンダーにもいるわけよ。
どのアプリが良かったとか聞くと盛り上がるわけ。まあ、Tinder はゴミやねっていう。どのアプリの人だっけって言われたことある。ショックすぎんだな。なんで男だけ有料なんマジで。いや、そりゃそうやろ。女性なんてマジで出会う機会なんて無限にあるから、女性有料にしちゃったら人来ねえもん。だって多分マッチングアプリって女性無料、男性有料で人数比8:2だよ。よくて7:3ぐらいだと思うよ。メッセージがめっちゃだるいんだよね。俺メッセージ苦手だからさ、毎回どんな人にもなんかテンプレみたいのをコピーなんか保存できるわけよ。なそれみんなに送ってた。俺の意思はない。いちいち意思ある会話してたら本当にクソだるいもん。クソだるい。でもね、期待すんな。絶対にね、メッセージを長くやり取りすることをお勧めしないぞ。3週間とか4週間とか、その、メッセージして、期待を高めるのはマジでやめた方がいい。会わないと結局わからないから。会わないと。すげえ上品な文章打っても、会ったら鼻くそほじってるかもしんないじゃん。会ってもないから初対面でもない人に時間を費やすのマジ無駄だから、なんかマッチングアプリの中でもパッと会ってくれる人を見つけた方がいいよ。たくさんメッセージして気が許したら会いたいですって人もいるよ。そういう人になんかそういう心が真っ白でいい人なんだなっていう心を抱くのもわかるけど、それで外した時の反動がでかくて外す確な可能性の方が高いわけよ。メッセージをなんか重ねてから会って、それで何の警戒が解けるんだって話だけどな。パッと会ってその人のことが分かった方が警戒はすぐ解けるし、お互いの相性が分かるやんね。パッと会った方がいい、マジで。なんかやり始めた時のイメージで言うと、パッと会ってくる人って怖いんじゃないのって思うけど、逆になんか心理に気づいてるっていう、そういう取り方もできる。実際俺やばい人なんてほぼ会ったことないし、すぐ会う人でも全然いい人だしってみんな。女の子がまあ怖いか。女の子がまあ怖いからさ、その中でも会ってくれる人がいいんじゃない？パッと会った時の、そうだね、俺もそう思う。俺もそう思うよ。メッセージビャーってして1ヶ月分の会話した後、会った時何話すのってなるぞ。正直男ブスでも女と会える。マジな話していい？マッシュにすれば会える。世の中ね、マッシュで色白の男が好きな女の子ってめっちゃいるんだよな。これね、本当なの。どの系統になればいいか教えてあげようか。ジャスの系統のマッシュじゃないよ。待っとけ。なんでマッシュがマッチングアプリにいて通用するかっていうと、もう顔なんて多分見てねえのよ。はい。横を向いてマッシュにする。でマスク、この男マッチングアプリに無限にいます。マージで無限にいる。で 99.9999% やりもくです。なんでなんか顔に自信がなくてもこれで女性と会えるかっていうと、まずマッシュでまあ雰囲気良くなるっていうか、目元が隠れます。顔の半分ないでしょこれ。顔の半分髪の毛やん。でマスクで口元見えてない。で、目は今最近もアプリでなんとかなるから、肌も白くなるし、で、横見えて、で、ここだけ努力しないといけないかな、ここだけ。ここの輪郭を作ること。ここの輪郭だけシャキンってさして。してなかったら加工して。ここの骨格カンカーンってのを見せることと、これでもう無限にやるから。会って、その時に雰囲気違うとかなっても、まあ、どうにかしてください。会うところまではこれで持っていける。マッシュで。もっと、ああこれ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 、ほら、ほら。これわかる？はい、ここの輪郭カキンってなってますね。で、見えてないでしょ？顔の半分っていうか、これ6割見えてないでしょ？マッシュで。マジでこれ多いから。でも、なんでこれが多いかっていうと、もうマッチングアプリって、歴史長いから、これが正解だっていうのが編み出されてるんだよね。なんか、マッシュって言って、こういうマッシュじゃないのよ。こういうマッシュじゃなくて。これはそうだね。こういう人は多いね。もう何もわかんないじゃん。顔の何も。何もわかんないでしょ？でも人気出るんだよ。雰囲気がなんとなくかっこよく見えんじゃん。これって。まあ、不思議なとこ。男らしいなんてマジで求めてねえからな。
多分女の子が今一番合わないのってあれだと思うよ。ジムで筋肉モリーンってしてるのをこうやって映してる人。マジで興味ないと思う。なんか中性的な方がアプリは人気があるね。わざわざ。男からモテるのと女の子からモテるマジで全然違うからな。男のかっこいいってさ、永瀬智也やん。女の子のかっこいいってテテだからさ。いやー、まあでも俺それ以外に出会う方法がほぼわかんないんで。相席友達と行ったな。全然思えなきゃ思んないぞ。うんこ相席やゴミ行くな、金の無駄だぞ。本当におすすめしない。マジでおすすめしないぞ。なんかの間違いでも行くな。友達なんかうんこらしいよ、行ってみるかで行ってみたらまだそっちの方がマインドいいかもしんないけどな。で、そもそもなんでマッチングアプリをおすすめしてるかっていうと、こっちにも選択することができるんだよ。それこそ写真を見てこの人可愛いなとかできるじゃん。相席はできないから。別に何度もおばさんと話すからね。なんか友達行った時に40、30のおばさんと2回連続ぐらいで話したからね。で、それが拒絶できないのよ。無理なの。しかもただのおばさんじゃない、恋愛目的のおばさん。15分ぐらい絶対に話さないといけないんだよ。そうしないとチェンジはできない。なんか普通に話すとかだったらめっちゃ楽しいと思うけど、あっちが恋愛目的ってなるともう話は違ってくるよね。